でももうどっちか選べっていうふうに親に言われたんで、うん、はい、卓球選んでよかったですね。そうね、はい、よし、緊張してください。皆さんこんにちは、TV モジャーナル村田です。アイムラジオの部屋、今回のゲストは今現在湿度計で活躍されている上村選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、上村選手お願いします的な声多かったんですよ。本当ですか？はい、実は。例えば誰からですか？選手からもあったし、はい、あと普通に、見てくれてる視聴者の方、はい、本当ですか、うん、シチズンの選手はやっぱりみんなすごい人気があって、はい、上村選手とか三内選手とかも、はい、お願いしますって結構声をいただいてます。もうありがたいですね。これみんなにこうあげてるやつ、あ、 T シャツと、はい、うちのブランドの T シャツと、はい、ありがとうございます。これはトートバッグです。ありがとうございます。ありがとうございます。で、はい、あと危なかった、あった出来たてほやほやステッカーですか？そう、泣けつけすぐもう貼ります、絶対強制みたいな。別に何にも圧力かけてないですからね。からちょっとね、グレードアップした。あ、本当ですか？材質がグレードアップしたんです。どうぞ、ぜひ。ありがとうございます。はい、僕からも。マジですか？はい、あの、たぶんジンさんのとかぶってるんですけど、あ、今度はちょっと上村バージョンで。上村バージョン、ありがとうございます。いただきます。はい、ぜひ。すごい、これね、非売品なんだよね。非売品です、はい。よっと、じゃあ、僕もジン君と一緒にラケットケースにしてあげないっすよ。一応、あと2つ持ってきたんで。あ、本当ですか？あ、じゃあそれは、はい、それはじゃあ、この動画の視聴者プレゼントにしましょう。あ、もうぜひぜひ、はい、ありがとうございます。食べてください、食べてください。はい、お願いします。いただきます。いただきます。いや、でもあの塚田農場で会って以来ですもんね、はい、そうですね、塚田農場で、はい、上田さんの、そうですね、はい、全日本からお疲れ様でした、本当に。もう、はい、なかなかちょっと難しいですね、上に行くのは。でも、大学4年の時ですか？去年ランク入ったんですか？そうですね、4年の時と、あと大学2年の時に2回、はい、僕、上村選手を初めて見た時が、はい、忘れてなくて、はい、高3時の、ああ、高3の全日本、高3の全日本ですか？うん、一発目、はい、当時、うちで働いてたバン、はい、バン、やりました、やりました、やったでしょ。やりました。その時のバンのベンチ入ってたのよ。あ、そうなんですか？そう、やべえ、相当吹っ飛ばされてると思ってあの時帰ってきた時に、はい、バンが、はい、どうって言ったら、はい、いや、もう何しても、何していいか分かんないし、ノーチャンスってあの時だって、ね、インターハイ団体ラストで、そうです、団体の勝って、優勝して、はい、ワールドカップの時だったから、はい、そうです、いや、弱いわけないし、みたいな、え、でもお客さん見に行って、ちょっといいかっこいいとこ見せてこいよって言って、分かりましたって言って、1セットぐらい早く帰ってきたっていう、その時が初めて。あ、そうです、うん、で、なんかいろいろ、この村地の部屋って、ま、今まではなんとなく聞くこと決まってたんですよ、はい、いろいろあるんですよね、聞きたいこと一応メモってきたんで、はい、そんな変わらないかもしれないけど、順々にちょっといろいろと話を聞いていければと思いますので、はい、よろしくお願いします。まあ、どっちかというと人間性の部分と、はい、卓球の部分、はい、まあ、2種類、はい、ちょこちょこと聞いていきたいと思いますけど。わかりました。めちゃくちゃうまいですね。うまいでしょ。やばいです。こういうの初めて。いや、もう本当初めてです。めちゃくちゃ緊張してます今今年24歳じゃないですか。はい、ここも絶対聞くんですけど、卓球始めたの何歳ですか？卓球始めたのは小学2年生なんで。じゃあ意外と早くはない。そうですね、あんまり早くはないです。はい、8歳ですか？そのぐらいですね。はい、そうですね。それまでなんかスポーツやってたんですか？それまで、まあ、全くやってなくて、で、こう兄弟、あの、お兄ちゃんがいるんですけど、はいはいはい、2人いるんですけど、野球とサッカーやってて、だからもう野球とサッカーばっかりをこう一緒に家の前でやってたんで、あの小学校4年生からしかあの部活に入れなかったんで、あ、はい、あ、なるほど、まあ、4年生だったら野球部に入ろうって思いたんですけど、まあ、とりあえず小学校2年生で、はい、卓球始めました。なんで卓球に行ったの？それはあれですね、父親が
あの卓球をやってて、あ、いやもう嫌だ、はい、で試合を見に行った時にちょっとあの楽しそうだなと思って、はい、始めました、はい、へえ、じゃあもうずっと親と練習しながら、そうですね、あの親もなんか近く の, あのクラブチームのちょっとコーチみたいなのもやってて、うん、で週に2回そこで2時間、はい、やってました、はい、週に2時間週2の2時間ですね、はい、それだんだん増えていくんですよね、多分ね、練習時間、そうですね、それも小学校4年生 の, その分岐点で、あの、はい、あのちょうど松下裕二さんの上座の日の国ジュニアっていうのが、はい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 、本当家の近所にできて、小学4年生の時に、そこからちょっとチームを移って、そっちで本格的にバリバリと、はい、バリバリ、本当は野球部に入りたかったもう入部届も出してたんですけど、あ、でも卓球したの、はい、ちょうどそのちょうど本当そのタイミングでそのできてどうですかっていう話があって、あ、でももうどっちか選べっていうふうに親に言われたんで、うん、はい、卓球選んでよかったですね、そうだね、はい、でもじゃあ野球もやってたんだ、一応お兄ちゃんたち一緒に、もう兄ちゃんたちと、はい、一緒に、あ、でもそれはでかい気がするな、あ、本当ですか、うん、野球やってる人って基本的に運動神経いいイメージないですか、あ、いや、イメージあります、みんな足速いしね、はい、身体能力高いイメージあります、高いイメージあります、そうなんですね、はい、じゃ2年から始めたってことは、はい、まさかバンビ出てないよね、出てないです、おー、びっくりした、2年たちでバンビ出てた初出場が5年生のフォース、はい、その松下さんのクラブチームでこうがっつりやりだしてから厳しかったですか、いや、厳しくはなかったですね、割と自由に、はい、かなり自由に やってたと思います、あ、じゃあもう超スパルタとかではなかったんですね、はい、みんなの上の人から聞いたりとか、はい、SNS 見せても上村選手はザ・いい人みたいな情報を、ね、言い始めたんですかね、聞いたんですけど、上村さん自分自身でこう自分を分析した時に、はい、どんな人負けず嫌いなのかとか怒りやすいとか、あー、めちゃくちゃ怒りにくいですね、もうもう喧嘩したのとかはもう小学校4年生ぐらいが最後で、あー、ほんとじゃすごい気長いんだ、そうですね、長いっていうか、なんか何なんですかね、なんか自分の中で紹介しちゃう、面白く捉えちゃう、あー、いいことだね、もうじゃあめった怒らないんだ、めったに、はい、怒ることはないと思います、へー、負けず嫌い、はい、そうですね、でもあんまり表には出ないかもしれないです、はい、じゃあ当たってるんだ、みんなやってるの、どうですかね、うん、ちっちゃい頃卓球やりながらも、はい、別にハマってたことってあります、ハマってたことですか、4年生でクラブチーム入って、はい、そこからまあずっと練習するわけじゃないですか、はい、もう卓球一本で卓球だけにこうなってずっとしたんですか、そうでもないですね、でもいろいろゲームとかも好きですし、もう野球が本当に好きだったんで、あ、なるほど、毎日朝早く学校行ってみんなと野球やって、休み時間もすぐ野球やって、外で野球やってましたね、ゴムボールとプラスチックのバットを持ってめちゃくちゃやってました、それは、で終わったら卓球やってみたいな、そうですね、帰る時は、はい、でまた僕だけ部活動入ってなかったんで、あ、はい、だから帰るのとかちょっとあの寂しかったですね、みんな部活で残るんで、初めて出たホープスではどうだったんですか、予選リーグ上がって、1回戦ですか、トーナメント1回戦で負けました、うん、初ランクっていつだったんですか、初ランクはそれが小学校6年生のカデットです、あ、ホープス飛び越して、ホープス飛び越してカデットでランクに上がりましたベスト8に13歳以下の部、13歳以下で、はい、すごいな、いや奇跡だと思います小6その時の同年代でもう、こう上でバリバリやってたのって誰がいたんですか、まあ、そうです、森園正隆、正隆、はい、ああ、その年代か、はい、と田添兄弟、うん、と東、ああ、エリタがいるの、松田とかが常にこう上位で、はい、やってて、はい、じゃあ、レベル高かったんだ、そうですね、すごい、いや強かったです、ね、はい、その小学6年生のホークスも予選リーガーだって1回戦で負けました、上も下も強いね、多分下も強かったです、吉村、和弘とか、すごい酒井とかも強かったですね、やっぱりあそこら辺はその頃から強かった、いやもう、はい、強かったですね、雲の上の存在でした、本当に、へ、
田添兄弟は本当にあの九州ですごい近かったんで、ね、あの一回本当にあの田添健太に本当本試合であのラブゲームされたことがあるんで、でもそれが数年後には一緒のチームになることになるんで、そうです、はい、本当にすごい小学校の時とか、はい、なんか結構今まで出てた聞いてるとあんまりちゃんと練習やってちゃんと練習はやったけど足の動かし方とか習ったことないですとかゲーム練習ばっかだったとか言ったんですけど、はい、小6、いつまでそこの松田さんのクラブチームでやってたんですか？中学2年まで。中学2年まで。はい、中学2年までって、はい、結構システマチックというか、はい、決められて練習メニューをやってたタイプですか？いや、もうめちゃくちゃ自由でしたね。本当？はい、本当に。あの練習場に、まあ、練習場でユージさんが見てるっていうのも結構少なかったので、あ、はい、もう僕本当に自分たちで割と自由に、もう。マジで？はい。やってましたね。それその時、まあ、でもその年代って遊んでしまいがちじゃないですか。はい、そうです。ないです。その中でも、でも俺全国ランク入るってことはだってなんかちゃんとやってないとさ、入れないと思うんですけど。たまにこういう足の動かし方しろとか、うん、こういう練習をしろって言われて、うん、でもすぐあの、はい、あの2階建てなんですけど、1階の方にリーさんに行かれて。僕らはとりあえず見てないからもうみたいな。あ、そんな感じだったんだ。はい、へえ、もうすごい自由でした。もう楽しくやる感じだ。はい、でも負けたら嫌じゃない？はい、やっぱりそうですね。なんか子供なりにこれだけは練習したとか、勝つためにこういうことを子供ながらに考えてたかもしれませんって何かあります？でもあの卓球練習は結構長い時間やってましたね。ああ、それ子供たち同士で？子供たち、はい、同士です。はい、卓球練習はかなりやった、毎日やってましたね。で、フットワークから始まり？そうですね、フットワークからやって、ちょっとあのストップして回り込みとか、そういう、はい、基礎的な、ね、基礎的な練習は確かに結構やったかなと思います。あ、なるほどね。はい、友達するのも最初できないじゃないですか。そうですね、友達も難しいです。それはできる子ができない子に教えたりしたんですか？それとも無理やりやったら覚えたみたいな？そうですね、なんか教えられたとか教えた記憶はないですね。子供はやらせてたらできるようになるもんですもんね。